スバル XV、ハイブリッド VS、XV、どっちが買い？徹底比較1-2。貴重な4駆のサブハイブリッドが誕生。今の時代に受ける格好良さと実用性、そこを巧みに両立させてヒット作になったのが、スバル XV だ。スポーツカーはデザインと運転の楽しさを徹底的に追求するが、目立ちすぎるし実用面で使いにくい。さりとてスポーツセダンでは渋すぎる。その点、XV のようなシティ派サブを外観が個性的で格好よく、運転も楽しめて実用性も兼ね備えている。XV はインプレッサースポーツをベースに開発されており、居住性が優れ、荷室の容量も十分に確保されていて使いやすい。最低地上高、路面とボディの最も低い部分との間隔、刃 200mm とサブらしく凹凸を乗り越えやすい上に、前後は 1550mm ルーフレールに装着タイプで立体駐車場が使える。立駐が使えるサブオというのは貴重な存在だ。そんな XV にハイブリッドモデルが追加でラインナップされた。XV ハイブリッドにはスバル独自のオッド 4WD も採用され、貴重なミドルサイズのハイブリッドサブが誕生した。オートック1では、スバル XV については、およそ1年前の2012年9月25日に、XV ハイブリッドは2013年6月26日に、それぞれ新型車解説を掲載している。個々の詳細は、前述のアーカイブスをご参照いただくとして、ここでは、XV と XV ハイブリッドの2車について比較してみよう。XV ハイブリッド VS XV 動力性能燃費対決。スバル XV の人気がここまで高いと、ノーマルエンジンの XVとハイブリッドモデルの XV ハイブリッド、どちらを選ぶかで迷うこともあるだろう。XV は水平対向にリッターエンジンを搭載し、駆動方式は全車がオッドだ。そして XV ハイブリッドも水平対向2リッターを同という特徴を継承している。ハイブリッドだからといって、燃費性能を重視して 1.6 リッターエンジンを搭載したり FF に変更したりといったことはしていない。エンジンは前述の通り XV、XV、ハイブリッドともに2リッターだが、エンジン性能も共通で最高出力は150馬力 6200RPM、最大トルクは29グム、
4200RPM。だが、ハイブリッドには、さらに最高出力 10kW、13.6 馬力の駆動用モーターが備わり、エンジンとモーター駆動を合計したシステム最高出力は 120kW、163.6 馬力となっている。気になる燃費は、ノーマルエンジンを積んだ XV が 15.8 クムル、XV ハイブリッドは20クムル、米印 CJ-C08 モード。XV もアイドリングストップを装着するなど燃費性能を相応に高めているので、ハイブリッド化に伴う燃費向上率は 27% にとどまる。アコードハイブリッドが30クムル、プリウスが 30.4 クムルといった燃費を考えると、XV ハイブリッドの20クムル往々物足りない印象を受けてしまう。XV ハイブリッドは燃費のインパクトは弱いものの、実際に運転すると印象がガラリと変わる。モーター駆動が XV の特徴を際立たせるからだ。XV ハイブリッドでは走りの質が大きく向上。XV の最大トルクは29グム。2リッターエンジンとしては余裕を持たせているが、発生回転数は 4200RPM と少し高く、そのために軽くアクセルを踏みながら巡航している1200から 1500RPM 付近では駆動力が低下する。XV のアットは CVT。低回転域でも軽くアクセルペダルを踏みませば、適度な変速が行われてエンジン回転を上昇させるが、スバルのリニアトロニックはこの働きを意図的に弱めた。エンジン回転が先行して高まり、その後で速度が上昇するとドライバーに違和感を与えるからだ。状況によってはアクセルペダルの踏み込み量以上に速度が高まることもある。一度踏み込んだアクセルペダルを戻し、エンジンブレーキを働かせて速度を調節しなくてはならない。なのでリニアトロニックは直結に近い状態を保ち、ギア比をあまり変えずにエンジンの底力で速度を高めようとする。この時、ノーマルエンジンの XV では高回転志向のエンジン特性でアクセルペダルを踏み込んだ直後の加速が緩慢に感じる。しかし、XV ハイブリッドでは反応の素早いモーターがエンジンの力を効果的にサポートし、アクセル操作に応じた加速力が得られるのだ。1200から1500回転付近ではエンジンの駆動力は25馬力程度しか発揮されていない。しかし、XV ハイブリッドではモーター最高出力はわずか 13.6 馬力だが、低回転域でモーターが加わることにより、駆動力が約 1.5 倍に増加して意外に力強く感じるわけだ。その後、エンジン回転が2000回転付近まで上昇すれば、もはやモーターの駆動力はさほど必要とされず、滑らかな加速を続けられる。
活発に走るときにはハイブリッドの恩恵は乏しいが、ゆったりと走らせるときの加速ではリニアトロニックの特性をカバーしてハイブリッドに明確なメリットを感じる。燃費性能を向上させるのがハイブリッドという見方をすれば、エンジンフィーリングの違いは些細な話だろう。しかし、燃費性能だけでなく走りの良さを高めるのがスバルのハイブリッドと考えれば大切だ。今のスバル車は運転感覚の質にこだわり、とりわけ滑らかさが重視される。そこにハイブリッドのモーター駆動が果たす役割は大きい。